皆さんこんにちは。今日はアルファくんの燃費を検証してみたいと思います。おじさんのアルファくんはちょうど走行9万キロを超えたあたり、人間でいうと中年の人の体調くらいだと思います。ただの燃費検証では当たり前になってしまうので、今回はずっとパワーモードで走って検証します。このアルファくんは納車後約2ヶ月です。走行距離1276キロで平均燃費はリッターあたり 17.1 キロ。ほとんどが街中の走行でストップ&ゴーが多い環境です。今回は常時パワーモードで名古屋京都を往復して燃費の検証をしてみます。まずはタイヤの空気圧を適正の数値に合わせてから出発します。ちなみにタイヤは純正の16インチです。納車後空気圧の点検は初めてですが、4輪ともほぼ規定値でした。ケーマン君につけた空気圧センサーが調子いいので、近いうちにアルファ君にも空気圧センサーを取り付ける予定です。それではこれから出発したいと思います。現在名古屋高速の入り口手前にいますので、ここから京都インターまではほとんど高速道路走行になります。トリップメーターをリセットしてパワーモードをオン。では出発します。ある程度走行して平均燃費をチェックしていきます。アルファ君にはまだレーダー探知機を取り付けていないので、走行はすべて制限速度内での検証になります。今日の天気は最高気温が12度ほどなので、ちょうどいい天気でした。出発から帰宅までヒーターのみでエアコンはオフ状態でしたから、今回の検証結果の燃費はエアコンを運転した状態だと若干落ちると思います。出発地点から23キロ、名神高速を走行中です。現在の平均燃費は 23.4 です。出発地点から 48.5 キロ、最初の休憩地点養老パーキング、ここまでの平均燃費は 24.2 キロ。そこそこ車が多く、ここまでは時速100キロ以下の走行がほとんどでした。休憩のついでにいいもの紹介します。このドリンクホルダーなんです。プリウス専用で少し高かったのですが、ドリンクとスマホが両方入るので便利ですよ。141.5キロ走りました。ここは京都南インターの手前3キロ大津サービスエリアです。平均燃費 21.3 キロ。ここまで来る間に道も空いてきて、巡航速度が少し上がっていたので少し燃費が落ちたと思います。京都市内に入りました。現在の平均燃費 21.3 キロ。これから市内を少し回ってどのくらいの燃費になるか検証していきます。まず最初に向かったのはここ。見てください、この高いパーキング代金。それでもおじさんはここに来なければいけなかったんです。見てください、この人だかり。初詣でもないのにこの人だかり。そうです、ここは御金神社です。宝くじが当たると評判の神社です。よく深いおじさんはこの度年末ジャンボを33枚購入したので、なんとか当選しようとここにお願いに参りました。神々しい黄金の鳥居、彫られている文字もで金色。これを見ただけでも宝くじが当たりそうな気がしてきます。それにここに来る人の数、欲深いのは自分だけではないと安心しました。さあ皆さんも祈ってください。きっとご利益があると思います。参拝も済んだので次に来たのは河原町三条の京都梅園さん。ここのみたらし団子が美味しいというのでやってきました。みたらし団子の他にも女性の好きな甘味がいろいろあります。これはみたらし団子5本とドリンクのセットで約1000円。まあ京都らしい小さなみたらし団子でした。4つの団子が一口ですが、女性でも一口のサイズです。これを上品と思うか高いと思うかはあなた次第といった感じです。高いみたらし団子もいただいたので、そろそろ名古屋に帰ります。京都市内を走り回った燃費に変化はありませんでした。
高速道路に入って100キロ超えで走行していたら燃費は 20.8 まで落ちてきました。気にせず他の車の流れに合わせて走って帰ります。名古屋市内に到着しました。燃費は戻って 21.4 キロ、どうやら60キロくらいで走っているのが燃費が良くなるようですね。自宅に到着しました。走行距離 317.9 キロ、平均燃費 21.4。 これがずっとパワーモードで走って出た結果でした。どうでしたでしょうかこの検証結果。なぜだか以前乗っていたサンマルプリウス君よりも燃費が良かったです。ハイブリッド車には当たり外れがあるのでしょうか。皆さんのアルファ君の燃費はどのくらいですか。よろしければコメントに入れてください。それでは今日はこの辺で、またね。